することは可能なのですが、通常のテストですとストレアさん以外のプレイヤーもホロエリアへ転移させられてしまう可能性があります。そのため、非常に能力の高いストレアさんをピンポイントで狙う超高難度テストを作成する必要があったのですが、必要以上のデータ改変を防ぐためなのか、現在作成できるテストの難易度に上限が設定されています。手段がないわけではありません。はい、先ほど言った通り作成できるテストの難易度には上限が存在します。順調に進めていけば、それに対応してテストの難易度も自動的に上がるように設定することができます。はい、その通りです。でも十分に高難度のテストですから、非常に危険だとは思いますが、どうしたの？みんなを呼ぶってことはかなり重要な話よね。
太くんから絶対に来いってメッセージが突然届いたから慌てて来ちゃったよ。そうそう、私なんか接客中だったのに、お客さんに帰ってもらってまで来たんだから。俺は早く来すぎて待ちくたびれちまったぜ。それでどんな話なの？キリトがホローエリアへ転移させられた状況を再現してストレアを救い出すか。可能性は十分ありそうね。だが高難度のテストを進めてさらに難易度を上げるっていうのはかなり危なっかしいな。でも今はクリア直前だし、ここでキリトにもしものことがあったらプレイヤー全体にとって大きな痛手よね。私、ストレアさんを助けるの協力するよ。キリトが危険を顧みずに私を助けてくれなかったら、今もホローエリアに囚われていたままだったと思うの。もう、あんな思いは誰にもしてほしくない。だから、今度は私の番。たとえそのテストがどんなに危険でも、ストレアさん救出に協力するよ。くぅ！一番乗りを女の子に取られちまうとは、一生の不覚だな！つうわけで、もちろん俺様も協力するぜ。まあ、
ストレアを助けるためだもんね。キリト君一人だと無茶しそうで心配だし、私も協力する。確かにキリトを一人で放っておく方が危ないわよね。私も協力するわ。膝の上に乗っかったり、パーティーで突然抱きついてきたり。本当に驚くことがいっぱいあったけど、今ではもうあの笑顔は私たちに欠かせないもんね。救出に協力するよ。というわけで満場一致でストレアを救出することに決まったみたいだな。ログを参照して、プレイヤーを転移させるための条件を割り出し、順調に進めて今以上に難易度を引き上げる必要があります。パパ、どうか気をつけてください。同じ MHCP だったのに、
私はストレアさんが苦しんでいたことに気づけませんでした。私がお役に立てるとしたら、救出方法を見つけることぐらいですから。はい、お願いします。ストレアさんをどうか救ってください。頑張ろうね。